とやろ。だからいろんなものがいろんなもの食べてくんだけど、それではね、みんなね、あ、取って、うん、取って切った感じで見ようってごらん。もう切ったとこ見ようって。外気、変な虫来たぞ。だからこの匂いがお話の代わりになって、揉んだら匂いが出るやつとか、ちぎったら匂いが出るやつとか、いろいろあって面白かった。植物たちも話してるんだなと思いました。リッさん、これに曲げていきます。ドロドロドロやけど結構楽しくて、なんか嬉しかった。いっぱい取れた。ちょっとなんか重たかったけど、押していくのが楽しかった。まあちゃんとご飯食べたり、まあ、お米は大切にすることが分かる。草抜きはとても難しかったよ。稲は大きくなっていたよ。機械ができる前はいかに人の手で苦労されたのかと思うと頭の下がる思いでした。